では、ちょんまげプリン。ちょんまげプリン、ついに。中村、義弘監督がね。いやー、面白いね。いやいや、まあ、うん、強いて言うとね、まあ、いいとこいっぱいあるけど、今、うん、久しぶりに見たら、ちょっと映画っていうよりドラマっぽいのは否めないけど、まあでも、すごい分かりやすいですよね、うん、誰でも楽しめる、うんうん、一応、昔見たんだっけ。見た、1回見てます。2回目かな、だから俺、うん、どう印象は。いや、昔見た時はものすごい感動して、うん、おー、いい話の典型。あの、あれでしょ、うん、児童文学かなんかでしょ。そうそうそう、原作がね。原作はそうなんですね。あの、不思議の国のヤスベっていうタイトル。あ、そうなんだ。映画化に際してちょんまげプリンって原作を解体してる。なんかそれ聞いてちょっと納得というか、うん、あ、そういう話なら確かに、うん、だから2回目の困っちゃんはだいぶ印象はちょっと変わりましたね。あ、どう変わったの。なんだろう、2回目見た時の方が、うん、割と狙いのしっかりした映画だと思いました。すごくちゃんとこう、うん、狙いどころもはっきりしてるし、うん、だからもったいないのが、まあ、タイトルがさ、ちょんまげプリンだと引きが弱いですね。そうですね、中身面白いのに、不思議の国のヤスベよりはいいと思うけど、うん、あ、確かにね、不思議の国のヤスベよりはいい、夢の国のヤスベだと、そんなタイトルだったと思うけど、うん、そこよりはね、ちょんまげプリンキャッチーだけど、うん、まあ、聞いたら忘れないけど、うん、そう、だけど内容は伝わりづらいかなっていう。そう、だから見てって言ってもなかなかね、見てもらいづらいんだけど、うんうん、いやでもね、よかった、うん、そう、まあ、あの、うん、初見で見た時は、まあ、何も情報なくて見たけど、うん、今回見たら、うん、やっぱ、あの、あれだよね、これまず、うん、鈴木福くんが可愛い素晴らしい。鈴木福くんの演技は素晴らしいし、実は主役は福くんで、あ、はい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 、福くんの成長譚、うん、まあそうですね、そういうところはあります。6歳の男の子の成長譚に見えるし、うん、しかも演技がね、やっぱ、うん、改めて見ると前はね、薄々そんな感じかなと思って、今回初めて見て、あの2回目で見て確信したのは、うん、みんな福くんの演技に引っ張られてる。あ、確かにね、友坂さんの、そうそう、まあ、話の起点にはいますもんね。実は2人ともこう、うん、なんだろう、3人が3人、3者3人にこう歩みを揃えてるんじゃなくて、実は福くんが、うん、先頭になって、うん、そうですね、引っ張ってるんだなっていうのを、うん、今回2回目見て改めて思った、うんうん、三角形の頂点には、はいはいはい、確かに、まあ、最後もね、福君がいなくなってっていう感じで物語がね、うん、転がってるからね。転がすところには福君がいて、うん、そうそうそう、二人が手をつなごうとすると福君があって入るんですよ。はいはいはい、顕著だね、だからその恋愛要素もこれ絶妙なの、ね、そう、絶妙ですね、絶妙なの。だから絶対に、あの、結びつかない二人じゃない、うん、お侍さんとね、うん、シングルマザーが、うん、でも実際これ、まあ、シングルマザーというか主婦が見たらさ、うん、こんな錦戸君みたいな家にいてくれたら助かる。そういう意味で僕も狙いどころがはっきりしてるなと思って、いろんな意味であの旦那さんはファンタジー、うん、そう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 、いろんな意味でいろんな意味でファンタジーだし、あの二人の恋愛はロストイントランスレーションだから、あ、はい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 、なんなら言語さえも違う2人の話だから、うんうんうん、180年前から現代に来て、うん、ね、しかも出落ちになりそうなお侍さんをさ、うんうんうん、あの、まあ、多分錦戸亮君初主演、うん、でその、まあ、演技の荒さをこう、うん、セリフのさ、うん、お侍言葉であのカバーしてましたよね。でこうちょっとドギマギしてる感じも、うん、まあさすがに現代にタイムスリップしたらそうなるよね、そうなるよねっていうところに収まるというか、うん、でスーパー入ってもさ、うん、そのカゴからね、あの物の入れ方からね、うん、その 20% オフからねはいはいはい、はい、あのお侍目線であの喋ってくれるナレーションしてくれるから面白いよね、うまい使い方、うまいですね、そう、あの使い方もうまいし、まあ、監督が脚本も書いてるけど、うん、脚本段階からいろいろ決まってるから、そう、まあ、当時ジャニーズの日曜君ってことで、うん、脚本段階からいろいろ決まってるから、うん、そういう意味ではいろいろ操作しやすいんだろうなっていうのはすごい感じたし、うん、まあ、そういう、なんだろうな、下の土台からそういうふうな目標に向かって作られてるから、うん、割と明確に完成形ができて、うん、こう向かっていくっていう感じの、うん、ちゃんとこう積み重ねられた映画なんだろうなって、うん、あの江戸城のようにね、出荷されるから、ね、村上君がよく言うその監督が確信を持って面白いと思いながら撮ってる映画かなっていう気はしたね、うん、特にあのね、うん、
江戸城のあのシーンはね、そうそうそう、いいですね、うん、マイナスをプラスに変える、うん、まあ、刀が最後絡むっていうのが、うんうん、2つで出てくる決めどころで、さすがに CG 使ってるよね。あ、そうですね、あのよりこれね、まあでもすごい名シーン、うん、名シーン、うんうん、雪を降らすっていうね、うん、やっぱ初見で見ても、うん、やっぱあのシーンばっかりはあの忘れられない、ね、うんうん、ね、うん、あと司会の中村雄二ね、うまいっすよね、一回に感が一気に、ね、うん、やりすぎだけど ねそう、だから中村監督って結構テレビをちょいちょい出すのよね。あ、うん、あ、確かに、うん、そうね、うん、あの、なんだっけ、うん、シンデレラ殺人事件だっけ、ああ、はいはいはい、ね、うん、確信殺人事件に、うん、ミヤネ屋出すじゃん。どう見てもミヤネ屋じゃんっていうの、ニュース番組ね、今回どう見てもテレビチャンピオンなんだけど、そうそうそう、あれはどう見てもミヤネ屋出す出す、確かにそうだね、うん、あ、そう考えると、まあでもまだブレイクする前の中村監督の作品だよね。これでジャニーズと蜜月が、ああ、そうなんですね、多分ね、なるほど、うん、まさかの怪物くんとるしね、あ、そうだね、そうそうそう、うん、ここから結構職業監督にしよう、はい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 、そういう意味じゃ結構大きかったですね、監督にとっては。大きいよ、うん、まあ、ちゃんとちゃんと、うん、なんだろうな、ジャニーズ、うん、忖度じゃないけど、うん、ジャニーズもちゃんと、うんうんうん、あのプレゼントというか、そうそう、あのファンが絶対裏切らない、そうそうそうですね、ジャニーズにもお辞儀してるし、うん、映画会社にもちゃんとお辞儀してるし、うんうん、なんなら関わった人みんなハッピーになってるよね、確かに、プレゼン提供しますよ、ジョン・クリーンでここまで、うん、じゃあしかも子供じゃなくて大人が見ても楽しい、楽しい楽しい、ちゃんと抑えに行ってるっていう意味では、うん、その教科書みたいな映画になってる、そうですね、すごくカバーしてますよね、うんうん、もう隙がないでしょ、脚本にさ、うん、で展開もまあコメディ要素もあるし、ポンポンといくし、うん、なんといっても友坂理恵がいい、友坂理恵がいい、あのシングルマザー感がもう、シングルマザー感出てますね、出てるし、うん、なんか神がかってうまいように見えたね、あ、そう、ベストアクターに、うん、あの年のもう主演女優賞上げてほしいぐらいの、あ、そこまでいけますか、友坂さんと鈴木くんが似てるか親子に見えたら、うん、そこからまた別の話して、別の話にして、周りがなんか似てる親子を揃えてるんですけどね、あ、確かに、ね、割と意識してんだなっていう、うん、で佐藤ひとみさん、佐藤ひとみさん親子もまあ見えるし、うんうん、そのテレビチャンピオンもね、あの親子、あの親子、あ、そう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 、うん、お父さんの高校3年生の女の子ね、バベルの父さん、バベルの父さんの親子は良かったですね、喋り方そっくりみたいな、あの親子でバベルの父さんってるのね、そうそうそう、やっぱりそのあんだけケーキうまいのをその自宅に招かれた時にちゃんとあの昔のね古いあの自社メールでカシャって取ってあのちゃんと送ってる佐藤ひとみさんが素敵よね、 あれであの来たからハガキが、あ、そうですね、うん、でもあれだけ朝食ね、完璧な場での朝食が出てきたら、いやおやと思うよ ね、 そうですね、ファンタジー、ファンタジーですね、あ、まあまあファンタジーって言ったら柔道のところがファンタジーだけど、まあそう、ね、まあでも、うん、ね、やっぱ脚本がね、脚本はね、ないんでしょうね、最後までたるまないじゃない、うんうん、まあ、絵作りは漫画だけど、うんうん、やっぱり脚本が非常に、うん、まあ、さっき教科書みたいですけど、脚本の作り方もやっぱ教科書みたいな、うん、そうですね、ちゃんと、うん、ちゃんとトントントンと山が、うん、きれいに盛り上げる山があって、うん、最後に大きな山の後にちょっとちっちゃく作って終わらせるみたいな、うん、そうで、そこまでしんみりしない、すっきりしたら、うん、そうですね、うん、割とさらっと、うん、そうそうそう、うん、ちゃんとね、あの和菓子屋行って、あ、そうですね、なんと最後に、うん、そう、ね、プリンを、ね、クスナさんが出てきたね、そう、そう、リリーフピッチャーの、ね、ピンポイントだよ ね、 そう、だから最初はもう完全に男尊女卑の、ね、そうですね、女は家の中で、うんうん、仕事するのがって言ってた本人の安兵衛さんがもう家事を全部、まあ、そう、完全にあの、うん、セリフも、うん、そのための振りだけだもんね、そう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 、そこも教科書的なんですね、逆のことを言わせて、うん、でもまあ後々タクシーの中とかで告白してね、実はそんなに侍としてはいけてなかったっていうのも分かるし、そう、あれも良かったね、うん、あの本当に働きたかったんだっていうのが、そうね、うん、だちょっと出会い頭ちょっと見え張ってるというか、そう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 、うん、ああ、なるほど、そうです、確かに、うん、
だから最初、まあ、お腹空いて家あげてご飯食べて、うん、もう接点ないのかと思いきやもうすぐ服を助けたのが安根さんだっていう、ちょっともう髪の毛ね、あっさりと再開します、ね、うん、あの俳句始めて、うん、もう途方に暮れてなんか急に聞き分けが良くなるという、うん、そう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 、もう頼れるのはそうですね、あなたしかいない、あなたしかいない、あそこだやってると話進まないから、ね、そう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 、まあでもその頼られる感じがまた乙女心からしたら多分キュンってなるんでしょうね、そうやな、で絶対に一線踏み越えてこないような感じ、そうい雰囲気もあるし、うん、まあ、安心のどん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 、うん、あの時間が進むたびに、うん、どん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 お芝居が綺麗になるっていう感じがね、うんうん、やっぱり、はい、そこの感じと、うん、あとこの現代の実生活にマッチして、だから慣れてきてるっていうのがリンクしてきて、うん、そうですね、こっちもスッキリ見れるみたいな、うんうん、で割と時系列で撮ってるっていう感じですね、うん、感じかな、うん、で2人のその距離もさ程よく近づいて、うん、で最終的にはまあ全然してないけどそういうのもないところがまたいいっていう、そうですね、そういう話ですよ ね、キャラクター設定も、お子様も見れば、うん、そう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 、ね、だからもうハンバーガー屋のあそこのシーンから、うん、あのペッタンペッタンってやって、はいはい、ご内儀やったっけ、ご内儀ご内儀、そう、あの侍、うん、絶対ゴミだらけじゃん、そう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 、ね、そう、あれはちょっとね、だからあれさ最初親やったら怒れよと思いながら客も見てるところに、うん、侍言葉で怒るからまだ ね、いいんでしょうね、いいよね、刺さるというか、うんうん、二人が手をつなぐつながるシーンも結局あれお正月で和装になってるから、うん、なんていうかちょっと一瞬江戸になってる感がちょっとあるんですよ、あ、お正月、お正月でしょ、うん、あのほらあのあれ持ってましたね、うん、そうそう、みんなあの、うん、あの着物とか着てたしね、うん、そうそう、いやーねー、いや福君の映画ですよ、もうケーキコンテストで優勝してね、友坂理恵がもう抱きついた時なんだよねもう、うん、そう、ドキドキ、ドキドキというか、もう結ばれてほしいと思う、あ、そうですね、うん、あ、そっか、あそこの抱きしめたことですね、そう、イノベーションがこう、そうそう、ここだけにあれ絶対、あの、小雪さんの振りじゃないかこれしか見てない、そう、で、最後のほら、カーアクションもあるからね、まあ、あ、まあ、カーアクションというか、まあ、ちゃんとその、うん、因縁つけられる、あのトラックを止めるっていうのは前の振りだからね、うん、そうそうそう、福君がこう引き上げそうになったら、うん、トラックの前にっていう、うん、の返しがちゃんとあるっていうね、うん、そうだね、まあ、うんうん、好きがない、うん、ね、うん、個人的に絵的に好きだったのは、うん、あの、なんていうんですか、あのキッチンのこの、あ、はいはいはい、二人の顔だけが、頭だけが出て、はいはい、あの風呂上がりの、うん、カッパの石戸くんがこう頭のなんかね、お世話になったみたいな感じで座り込むっていう、うん、で普通は立つはずのキッチンで座るから、うん、自然ともう首から上しか映んないんですけど、うんうん、あのなんかこう180年を飛び越えてる絵面みたいなのが、うん、あ、いいなと思ってます、ね、あ、面白い、狙った画角多い、ちょっとね、うん、多いですね、こう、なんか意図、その画角の意図がすごくよく分かる、多かったです、分かりやすい、そう、うん、だから、まあ、難しくないんだよね、多分、うん、まあ、意味でも悪い意味でもそうそうなんです、そう、分かりやすいというか、うんうん、だからね、見てない人にはぜひ見てもらいたいとっつきにくいタイトルだけど名前で敬遠せずに、うん、そう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 、まあ、本当泣けるしね、うん、普通に泣けるし、あと純粋にケーキが美味しそう、あ、結構そうでした ね、あと、なんで福君がこんなに今もてはやされるかっていうのを、うん、知らない人たちはぜひこれを見て、鈴木福君がいかにうまいかっていうのを再認識してほしい、もう最近ではもう YouTube であの香水のカバー歌ったりしてるからね、あ、そうそう、福君今や、うん、あれだけど、もともと歌ってる人に似てるかな、そう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 、あとやっぱ中村監督、うん、あ、そうね、でゼネラルルージュで、あ、はい、坂井雅人さんが主演で、うん、俺あの時までは、まあ、あの菅野美穂と結婚したけど、まあ、菅野美穂の方が上かなっていうふうに世の中的に、あれが逆転したのが俺の中ではゼネラルルージュの坂井雅人すごいって、坂井雅人はあの時期のピークだよね、うん、あの時期の、うん、あれもやっぱり中村演出なんじゃないかなと思ってしまうぐらい、うん、あの運命の出会いぐらいの圧倒的に、
面白い。圧倒的にすごい。それまで篤姫だったの。ああ、そう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 。坂井雅人といえば篤姫だったのか、うん。それを刷新したのは JR ビジネス。今や篤姫だったけど。あ、白雪姫でしょ。連続殺人事件で、ね、うん、あれも面白かった。あれでミヤネ屋をやってるって、あ、そうですね、すっごい、もう悪意があるね、ちょっとね、悪意、ミヤネ屋ね、うん、ちょっと悪意がある、だってもともと中村さん、あの呪いのビデオとかを作ってたとか、ナレーションも自分でやって、はい、多分そうやったから始まってる、うん、そうそうそう、最初は、うん、苦労人だ、うん、そう、いやでもね、うん、本当まあすごい、うん、なんだろうな、ステップアップにもね、うん、中村監督もっと言うと、中村監督の最初の自主映画ローカルニュースって足立さんが助監督役で、で、あの出演もしてるという、そう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 、多分渋谷の伝説1本ぐらいあるけどローカルニュース、そう、聞いたことある、うん、足立慎、慎さんは、うん、ね、出てもいる、うん、まあ今日がね、9月10日だから言うけど、9月11日、明日からね、我々が、まあ、前サロンやった、喜劇愛妻物語が公開なんで、明日から、明日からし、ついに、まあ、そっちもぜひ見てもらいたい、あっちも見てほしいですね、つながってったね、昨日か、浜田岳君と水川さん、男性でよく出てるやん、はい、浜田岳の髪型、足立さんすっくり、そうね、もう、うん、あ、そうそう、もうむちゃくちゃ一瞬足立さんが出てんのかっていうぐらい足立さんに寄せてたよ、ひげ生えてなかったからねそう、それはテレビ番宣で出るから、番宣で、うん、で反自伝的映画だから、うん、監督にあえて寄せてったって、寄せてたんじゃないかな、うん、うちのガヤとか多分ダウンタウンナインも出るけど、うん、まあ大々的に公開されてそう、で、うん、結構ちゃんとプッシュしてて、1年前の我々にこう、うん、こうそ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 うね、ちょっとハラハラしてましたけど、割とちゃんと押し出して宣伝してくれてるから、あれだけ宣伝してると結構見ると思うし、あの下馬評がいいの、口コミとか、うん、なるほど、ぜひあのね、チョンマゲプリンも見て、そうそうそう、チョンマゲプリンの回だけどそう、喜劇愛妻物語も喜劇愛妻物語も宣伝で、そうですね、笑います、感想を見ていただいて、これでね、YouTube でそう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 ですね、で、コメント欄にね、何かしら入れてくれると嬉しいです、はい、チョンマゲプリンぜひ、はい、はい、最高でした、はい、はい、OK でしょう、はい、じゃあ撤収だね。